久保さん、今回人生の宿題にしましまこれで最近ね人生の宿題もいいかなと思ってまあ夏休みの宿題ってあった,じゃあったと思うんですけど僕やらないというか、まあ、やりたくないしやらなかったんですけどまあ一番そのガキの頃親の <laughs> ねあの食うものも出してくれて住むとこもあってっていうまあお金なくても生きていけたわけですよ。 だけど、<laughs> 大人になると何が一番大変かっていうと、自分でやっていかないといけないっていう、ここが <laughs> 一番ね、まあもちろん一部のね、富裕層は別にね、あのー、大丈夫かもしれない。大丈夫っていうか、まあずっと親、まあ親のすねかじってるっていう人もいてると思いますけど、まあ大体は、まあツバメもね、ツバメも巣立つわけじゃないですか。だからまあ自然の原理原則でならば、まあ巣立つっていう。 でもこう巣立った時に大変なのが一人でこう食料をね確保していかないといけない。一人で巣を作っていかないといけないっていうところなんですよね。それがもう人生の大きな宿題かなと思います。じゃあこの世の中で生きていくために何が必要かっていうと、まあ、その住んでいくためにお金が必要なわけですよね。だからお金をその自分で稼げるか稼げないかっていうのは非常に大きな宿題かなと思います。でもその宿題をやらなかったら、まあ、かなりしんどい人生が待ってますよ。 っていうことですねいってらっしゃい